はい。皆さん、こんにちは。ユーノグラフィティでございます。はい。映画見に行ってきました。はい。まあ、一言言わせてもらいますと、感動です。まあ、ポケモン映画はまあ、ほぼ毎年見ているの、ですけども、今年の映画は感動しました。まあでも、まあ、去年も一昨年も感動しましたけど、今年も感動しました。はい。ポケモンと人の絆が、見れましたね。はい。涙が出ました。はい。そして、まあ、エンディングのブレスも良かったです。はい。この曲、まあ、毎回僕、フルで聴くときは、時々涙が出ます。はい。で、今回の映画でも、まあ、ほぼフルだったのですけども、涙が出ました。はい。まあ、そして、まあ、こちらが、今回の、映画、みんなの物語のパンフレットなんですけども、はい。まあ、ネタバレになるので、まあ、中身は、まあ、見せられませんけども、まあ、映画の、まあ、重要なシーンとか、まあ、あとは、ゲスト声優や、まあ、登場人物の紹介。そして、まあ、主題歌を歌ったポルノさんが載っております。はい。裏面は、まあ、こんな感じになっております。はい。で、皆さん、まあ、見てない方は、まあ、ぜひ、映画館に行って、まあ、ご覧になってください。はい。多分、涙出ると思います。はい。僕は涙出ました。感動しました。ほんまに。普段あまり僕映画では泣かないんですけども、まあ、これは、涙出ました。はい。はい。で、ちょっと話は変わるのですけども、こちらが届きました。解放ナンバー69です。ついさっき、家に届きました。はい。で、まあ、これも中身はお見せできませんけども、まあ、こちら、ブレスができるまでとか、あとは、ディープブレス、の開催についてなど。まあ、なんでしょう。まあ、豪雨のことについて、はい。豪雨被害に遭ったことについて、はい。などが、まあ、書いております。はい。はい。まあ、今日は、今回は、ポケットモンスターみんなの物語の、まあ、感想動画です。あとは、まあ、こちらが届いたっていう報告でございます。はい。